富山県にあるボートの係留場で24日朝、生きたダイオウイカが泳いでいるのを釣りをして、ダイオウイカの体長はおよそ4メートル、胴回りはおよそ1メートルで、ダイオウイカですが、富山湾から迷い込んだものとみられます。